アメリカの有力シンクタンク国際戦略研究所 CSIS はこのほど日本における中国の影響力についての報告書を発表しました。報告書の作成のために2018年から2019年までの2年間をかけて約40人の専門家がインタビューを受けました。報告は日本における中国の影響力は他の民主主義国に比べて限定的だとしながらも、日本当局の対応が遅れているため警戒心を高める必要があると指摘しています。戦争、侵略、敵対関係を含む日中関係が2000年も続いた後、日本社会は中国と共存することに慣れている。この中で日本は中国との政治的な戦いでは難攻不落であることを理解していると隣国のスーパーパワーとの関係を指摘しました。報告は最近のドイツマーシャル基金の分析を引用して、中国が世界中で展開する戦術には、中国経済の武器化、プロパガンダと偽情報、エリート仲介者の依存、在海中国人の道具化、権威主義的支配の浸透などがあるとしました。中国は日本に対してもこうした工作を行っています。複数の専門家によると、日本の主要な安全保障上の懸念の一つに沖縄を独立宣言させる可能性があります。中国は米軍基地を要するこの島で外交、偽情報、投資などを通じて日本とアメリカの中央に対する不満を引き起こしています。報告は中国共産党は国内で求心力を高めるために反日感情を利用していますが、ここ数年は中国の対日プロパガンダは日中関係の肯定姿勢を強調するものがほとんどです。中国外交部及び官製メディアは日本から寄付されたマスク、ゴーグル、防護服の支援について感謝を表し、華春瑩報道官は海を隔てた隣人とは困った時に助け合うと関係を強調しました。この発言は中国最大手 SNS ウェイボーでも1億回以上再生され、中国の日本大使館にも感謝のコメントが多くついています。また当時親中派の鳩山由紀夫議員は南京記念館にマスクを送り、人民日報に称賛されています。日本当局による浸透工作の対応が遅れていることにも言及しました。孔子学院については、中央統一戦線の下で海外への影響力を実施する機関とし、言論の自由を抑圧したり情報収集に利用されており、北米や欧州では安全保障上の懸念から閉鎖に追い込む事例が相次いでいます。2019年現在、世界に548カ所の研究所があり、日本には関西の名門校立命館大学に開設されたのを皮切りに、2019年5月には山梨学院大学で15カ所目が設置されました。 CSIS のインタビューを受けた東京国際大学の村井智秀教授は、国民レベルでは孔子学院に対する警戒心は高まっているものの、左翼とマルクス主義者の勢力の強い日本の大学、特に私立大学は同調しなくなっていると指摘しています。名門私立大学の一つである早稲田大学は2007年に北京大学と提携し、若手研究者の育成、共同研究の促進、研究論文の発表を目的とした世界初の研究型孔子学院を設立しました。2010年、大阪府立工業大学の理事が孔子学院を運営する中国の政府機関をスパイ機関と呼び、学内の中国人学生から反発を受けて謝罪し辞任しました。この事例は人民日報にも掲載されました。 CSIS の報告では、この辞任劇はその後の日本における孔子学院への批判を抑止したと指摘しています。日本における外国人の労働人口は全体の 2% で、この数字は他の民主主義先進国のイタリア 8%、
ドイツ 15%、イギリス 13% などと比べると少ないです。しかし、その外国人全体の3分の1近くを占める中国人は、日本における外国人の最大コミュニティとなっています。報告書は、中国共産党が海外の中国人コミュニティに影響を与えるために使用する多くの方法の一つが中国語メディアであると指摘しています。これらのメディアの多くは東京と大阪に本社を置き、内容は中国関西の新華社や人民日報などの記事の転載です。中国の影響力をクローズアップしている朝日新聞の峰村健司記者は、CSIS の取材に応じました。峰村氏は中国語を含め海外メディアが日本に浸透するのは難しいと見ています。峰村氏は日本では日本のメディアが影響力を持ち情報を信頼している、中国のメディアは誰も信頼していないだろうと述べました。しかし毎日新聞のような弱体化していくメディアを中国側が狙って浸透を図っていると見ています。毎日新聞は中国政府メディアチャイナデイリーを660万人の購読者に配布しています。峰村氏は毎日新聞に聞いたところ、文化面とトラベル面だけを取り入れており政治や経済はないとしています。しかし統一戦線の工作は一歩一歩進むものだと指摘しました。台湾の立法院はこのほど民進党から提出されたチャイナエアラインの社名変更に関する議案を可決しました。変更の理由は中国の会社と誤解されないためだということです。議案はチャイナエアライン社名変更に向けて、交通省は段階的な計画案を検討提出すべきとしました。チャイナエアラインは台湾最大の航空会社であり、29カ国の160都市との間に航空路線を運営しています。中国の航空会社であるエアチャイナと混同されることが頻発しています。特に中共ウイルスが世界的に爆発して以来、台湾から世界各地へ医療用品を送り届けた時、主要貨物機として利用されたチャイナエアラインを見て中国の製品だと誤解されることが多発しています。中国の会社と混同されないため、台湾市民はインターネット上でチャイナエアラインの社名変更を求める署名請願活動を始めました。2月から4月の2ヶ月間で4万筆以上集まりました。議案は機体の模様の変更、台湾を表すデザインの追加、そして社名の英語表記や社名の変更などを検討するよう提案しています。しかし立法院に可決された議案は強制力を持っていません。チャイナエアラインの今後の対応が注目されています。ニュージーランドのピーターズ外相は28日香港国家安全維持法の施行を受け、香港との犯罪人引き渡し条約を停止すると発表しました。外相は香港の刑事司法制度が中国から十分に独立しているとはもはや確信できないと指摘しました。中国が将来一国二制度を尊重する姿勢を示すのであれば、今回の決定を再考することもあり得るとしています。外相はまた香港への軍民両用物品や技術の輸出を中国への輸出と同様に扱うと発表しました。渡航勧告については、香港国家安全維持法によるリスクを国民に注意喚起する内容に変更しました。中国はニュージーランドにとって最大の貿易相手国です。年間の通商規模は最近では320億ニュージーランドドル、約 2.2 兆円を超えています。中国は今月、香港市民や西側諸国が反対する中、香港国家安全維持法を施行しました。オーストラリアとカナダ、イギリスは今月、香港との犯罪人引き渡し条約を停止しました。
アメリカのトランプ大統領は香港に対する優遇措置を撤廃しました。